どうも皆さんこんにちは。今回ご紹介するのは開発費が高すぎるゲームランキングトップ10。その開発費を使えば使うほどゲーム自体が売れてくれなければ大赤字、そんな賭けとも言える開発費で発売したゲームたちをランキング形式でご紹介していきたいと思います。では行こう。第10位、レッドデッドリデンプション。1億ドル。私キャベツも発売当時に買ってプレイしたことがある今作。レッドデッドリデンプションはアメリカニューヨークの会社、みんな大好きロックスターゲームより2010年に全世界で発売されたゲームソフト。20世紀初頭、西部開拓時代の名残が色濃く残る近代アメリカを舞台にしたオープンワールド型アドベンチャーゲームで、グランドセフトオート4で使用されたエンジンが採用されており、約2倍ほどの広大なマップを舞台に銃撃戦や決闘、お尋ね者を捕らえて賞金稼ぎや列車強盗や馬泥棒、ナイフなどを使って度胸試しなどができる今作。まさに西部劇 GTA と呼べるような内容になっているゲームです。制作費をかけることで有名なロックスターゲーム、開発に見合った内容となっており、欧米では発売と同時に大ヒットし、当時は約500万本の売り上げを達成しました。西部劇というところもあり、移動手段が馬や馬車、艦車など時代を感じさせる乗り物で世界観の基盤を作り、ガンマンの主人公として荒野を馬で駆けながら己で西部劇を作り上げていく感覚はマジで最高。普通におすすめのゲームです。第9位、トゥーヒューマン。1億ドル。トゥーヒューマンはシリコンナイツが開発し、 Xbox360 でマイクロソフトから発売されたアクション RPG。 キャッチコピーは人間の体を捨てた人間でいるためにと歌っていますが、その莫大な開発費が回収できず3部構成だったのが今作で打ち切り、3部作でいるための金が回収できなかった悲しすぎるゲーム。本作は人を選ぶ中毒性があり、ハマる人だと永遠に遊び続けられるようなゲーム内容です。ステージ2からが本番で難易度が跳ね上がるというまずい歯応えがあり、ダークソウル好きならおすすめかもしれません。本作は公式サイトを含めメディアではヘイロー3、ギアーズオブウォーに続く超大作アクションと言われていましたが、いかんせん売れず全世界で56万本しか売れませんでした。プレイステーション3にもリリースをすればまだ売れるかもしれなかったのですが、最初に制作してしまったエンジンの開発資産でもはや金がなく全てがどん底ということで、開発費が膨大ということにはギャンブルが伴うというような典型的な例になってしまいました。グランドセフトオート4、1億ドル。グランドセフトオート4は2008年4月29日に発売されたアメリカロックスターゲームスより発売されたクライムアクションゲーム。大ヒットして今でもプレイされている GTA の前作でもあります。本作は開発費が約1億ドルと言われていますが、発売数日で回収し1週間で5億ドルもの売り上げを達成するという化け物ゲーム。最終的に全世界で累計2500万本を売り上げ、当時ではシリーズ第2位の売り上げを記録し、さらには当時ギネスブックに最も開発費が使用されたテレビゲームとして登録されましたが、この動画で8位ということは時代の流れでさらに開発費が必要としたゲームがあるというわけです。第7位、マックスペイン3、1億500万ドル。マックスペインシリーズはまたもやロックスターゲームスから2012年6月15日に発売された人気アクションアドベンチャーシリーズ。妻子を失った悲劇の記憶から逃れるため、久々に再会した警察学校時代の元旧友ラウール・パソスの誘いを受け、ブラジルで要人警備の仕事に就きますが、巻き込まれた誘拐事件の裏に潜む巨大な闇の存在に気づき、再び戦いに挑むといった内容で、現在に至るまでテレビゲームからスマホゲーム、実写映画まで幅広く開発発売がされている人気作品です。開発費に関する情報が少ないので次行きましょう。第6位、シェンムー2、1億3200万ドル。本作は2001年にセガより発売されたオープンワールドアドベンチャーゲーム。リアルに再現された80年代の横須賀の街の一角を舞台に、主人公が青銅鏡をめぐって活躍するオープンワールドアドベンチャーゲーム。制作費70億円をかけ、2008年にグランドセフトオート4が100億円で記録を更新するまでギネス記録ものの大作でした。実際に第1章はドリームキャストダイレクトでの事前売上30万本と店頭売上70万本を売り上げ、ミリオンヒットは達成していますが、続編の2では売り上げが乏しくなく、シリーズ中断とされていましたが、2019年でファン待望の続編が発売され、界隈ではお祭り騒ぎに。まあ、グラフィックは、懐かしさがあっていいんちゃうかな。
制作費については一作目しか公式にその額が明かされていないため正確な額は不明ですが、2作合計で90億円程度の制作費がかけられたとされています。その一方、販売数は2作掛け合わせて75万本ほど、その一方販売数は2作合わせて約70万ほど、どう見積もっても40億円以上の大赤字に。まあでも確かにそれぐらいかかるよなーっていうようなシーンもちらほらある。新聞、正直言って全部の建物に入れていちいち引き出しが全部開けられるっていうゲーム、これ以外に見たことありません。そういう意味では金というか労力に先すぎたのかもしれませんね。第5位、ファイナルファンタジー7、1億4500万ドル。ファイナルファンタジー7はスクエアが1997年1月31日にプレイステーション向けとして発売したロールプレイングゲーム。全世界累計出荷本数1000万本以上と化け物のゲームです。スクエアエニックス公認の最も売れたファイナルファンタジーとして名を馳せました。なぜこんなに開発費が高いのか、それはほぼ広告費。発売日前から尋常ではないほどの広告の数を打ち、そのおかげで世間が FF でにぎわうといった昔ならではの光景がありました。 PS1 なので開発費はまだ全然高くない頃なのですが、それなのにこれだけ制作費をかけていたということは本当に驚異的ですね。当時の時代、たったあれだけのポリゴンを作るのにもそれ相応の費用がかかっていたということなんでしょう。私キャベツも幼少の頃にプレイしましたが、確かに面白かったなという記憶が今でもあります。当時はエアリス蘇生っていうワードがすっげー広まってましたね。いやー、リメイクではエアリス生きてくれ。第4位、スターウォーズ・ジ・オールド・リバブリック。バイオエアから2008年8月21日に発売された大人数同時参加型オンラインロールプレイングゲーム、つまりはオンラインゲームです。本作は日本語版が存在しませんので日本では馴染みがないと思いますが、海外はそこそこ売れました。やはりオンラインゲームは開発費がかかるんですよね。ジェームズ・キャメロンの映画アバターが制作費が 2.4 億ドル、映画ハリー・ポッターの最終章がパート1と2を掛け合わせて 2.5 億ドル。映画はもちろん俳優のギャラがものすごいので、ビデオゲームとは広告宣伝費の額と取り扱いに大きな違いがあるはずなので、一概に比べてはいけませんが、これで規模はわかるでしょう。コールオブデューティーモダンウォーウェア2億ドル。本作は2009年11月10日にアクティビションから発売された FPS ゲーム。発売当時は様々なごたごたがありました。パソコン版発売直後に認証が通らないという報告が多発。最初はフライングでパッケージを入手したからだと思われていましたが、本来の発売日を超えても認証は通らず、結果 VPN で IP アドレスをごまかすか、日本語版を買わないとプレイ不可という PC ゲーにしてはありえないリージョンロックがかかっていたことが発覚。多くの輸入ショップが返金処理するということになりました。またゲーム内の空港でマカロフが他のテロリストに言うセリフが、英語版ではリメンバーのロシアン、いいかロシア語は使うなという意味になっていますが、日本語版では殺せロシア人だと誤訳。これはロシア人テロリストらが米国の犯行に見せかけるため正体を隠すようロシア語で喋るなという意味で言っているのにもかかわらず、日本語版ではロシア人を一人も生かすなという意味で翻訳してしまったことによりロシア人が激怒。こんな風に様々な問題は抱えていましたが、アメリカ、カナダ、イギリスの3カ国だけで発売後24時間の売り上げがなんと470万本、売り上げ額は3億1000万ドルという驚異的な売り上げ。やはり COD は強かった。第2位、グランドセフトオート5、2億6500万ドル。なんとアバターよりも開発費がかかった本作。みんな大好きロックスターゲームズから発売されたグランドセフトオートシリーズのナンバリングタイトル第5作。前作よりもより大規模なマップ、多くのイベント、向上したグラフィック、多彩なアクションなど、前作から様々な進化を遂げた今作、なんと2015年1月時点で累計売上4000万本を超えており、24時間で最も売り上げたビデオゲーム、売上10億ドルを最も早く達成したエンターテインメント作品、最もトレイラーが見られたゲームなど、ゲームの枠を超えた人気で様々なギネス記録を更新しました。国内では暴力や性的模写が満載で Z 指定を受けたソフトでありながら約80万本以上を売り上げるというメガヒットを記録。 YouTube 界隈では高いところから飛び降りてみたとか、なんやかんや、まあ動画をアップする者たちが後にビッグ YouTuber という風になってしまった。とにかくすごいゲーム。さあ第1はディスティニー、なんと5億ドル。本作はヘイローシリーズで有名なバンジーが開発、アクティビションが発売を手掛けるゲームタイトルでした。まさかのディスティニーが第1位で5億ドル。発売前から約束された神ゲーとしてとにかく期待がでかすぎた今作。いざ発売となり、なんと1日で開発を回収。化け物か。
ストーリーを説明しましょう。人類が宇宙進出を果たしてから間もない頃、火星にてトラベラーと呼ばれる未知の存在と遭遇する。トラベラーは遥かに高度な科学技術を備えており、その恩恵を受けた人類は様々な太陽系の惑星の開拓を始めました。この宇宙開拓は後に黄金時代と呼ばれ、以下省略。そんな今作、約束された神ゲーでありながら、本作のボリュームが神レベルに少なく、ボスキャラのモデルはザコキャラを色を変えただけの硬い敵など、ストーリーが意味不明、マッチングがうんこ、ロードが長すぎうんこ、報酬がカス、運営がとにかくひどい、などなど、神ゲーらしからぬ状況で、次第にプレイヤー数は激減。発売前の期待度は非常に高かった今作。広告も打って、とにかく開発費がバカだけ。ゲームの出来自体は極端に悪いものではありませんが、やはり致命的なのはそのボリュームの薄さ。一つのゲームとしても物足りず、クリア後のハクスラ的なシステムにも悪影響を与え、ゲーム自体を作業ゲーに変えてしまいました。あれ、この動画、クソゲー紹介でしたっけ？ということで、いかがだったでしょうか。2位から1位の開発費の上り方がえげつないっすよね。500億円あったら何しましょうか。とりあえず僕はやっぱり貧しい人たちに半分ぐらい分け与えていきますね。その後子供たちにおもちゃを送ります。やっぱり人はいいことをしてなんぼ。お前らも毎日いいことしろよ。ということで、この動画が良かったらチャンネル登録やグッドボタン、 Twitter、 インスタもやってるんで登録お願いします。じゃあ次の動画で会いましょう。キャバズでした。